渋峠ホテルは、長野県と群馬県との間にある渋峠に存する、旅館業法に基づく旅館、ホテル営業施設である。本ホテルは、長野県下高井郡山之内町大技平穏と、群馬県安ず郡中野城町大技乳山との、間に存する渋峠に近接して立地する、宿泊施設である。熊本、大分の両県社会に存在する杖立て温泉。 秘前や旅館などとともに都道府県境に立地する珍しい宿泊施設として有名で建物外観及び建物全面のスペースには県境を示す印が設けられ建物ファサードも群馬県側と長野県側で異なっている建物は3分の2が長野県3分の1が群馬県に属し陶器場は長野県になっている固定資産税は 山の内町と中野城町の双方に収め、遭難が発生した場合は、長野県警察、群馬県警察のどちらにも通報する。施設敷地は、上信越高原国立公園内にあり、国立公園法の第二種特別地域に属する。敷地北側及び東側は、国道292号に接続しているが、当期は、国道が通行止めのため車によるアクセスができず、 唯一の交通手段は横手山スキー場と渋峠スキー場の作動、またはスキー格好となる。無接期は渋峠を往来するドライバーの有接期はスキーヤーの利用が多くなる。1951年にツアースキーヤーの遭難対策として渋峠ヒュッテとして開業した。設置したのは群馬県である。ABCDEF 秋山中原2009 P227 渋峠ホテルありがとうございます。